いかな、混んでるかな、23日、今ね8時40分あたりです。さてさて、今週も始まりましたということで、今学校に向かっています。そう、今日はダブル学校と仕事の日で、私の中で一番ハードな日かな。5連勤、今日で仕事は月曜日、明日明後日が休みなので5連勤ね。で今日から学校が4日間続くので、そう、ちょっと起きるのがしんどかったけど頑張って起きました。そう、なんかさ、この3日間木金土、あれ4日間か、木、あ、じゃ金土日学校休みなだけで、なんかちょっとさ、なまってる気がするのに、これがさ1ヶ月半ぐらい休みだったら本当どうなっちゃうんだろうっていう感じなんですけど、ではでは行ってきます。はい、学校終わりました。というわけで、ちょっとさ、今日は仕事なんですけど、仕事の前に今ね、にじやに行って、ちょっといろいろ食材とかのさ買い出しをして、で今アラモアナのロングトラックスに寄ろうかなと思って今向かっています。そう、今日の学校はさ、私の得意分野だったんです。だからさ、なんかもうめっちゃ楽しかった。なんかそれは何かっていうと、アメリカのことについて知ろうみたいな感じなんですけど、アメリカの州の中でどこに行ったことあるみたいな、まあそういう、今日はね、そういう話と、あとはまた仕事のタックスの書き方とかもそういういろいろだったんですけど、私さ、ほら旅行好きじゃないですか。だからそのアメリカ内もそうだし、アメリカ外のことも聞かれて、でもさ、めちゃくちゃ行ってるから、とりあえずリストパーって書いたんですけど、なんかちょっと温度差がやっぱさ、私旅行のことになるとこう一人で勝手に盛り上がってしまって、はーみたいな、キラキラみたいになるんですけど、やっぱさ、結構こう生徒さん、他の生徒さんはアメリカ内でもなんかあんまハワイから出たことないとか、ラスベガスだけしか行ったことないみたいな方が結構多かったかな。で、その海外もアメリカと日本と韓国とみたいな感じの方が多くて、私とかさ、ぶっ飛んでるからさ、ブラジルとかアルゼンチンとかトルコとかさ、モロッコとか言うとさ、へーみたいな、もうぶっ飛びすぎてるねみたいな、また今日もちょっと変な人だなと思われたんだろうなと思って、まあ全然いいんですけどね。そう、日本の方も何人かいるんですけど、全然お話をあえてね、今そう、まあ、日本の方と、あんまり話さなくてもいいっていうのは失礼ですけど、もちろん話しかけられたら話すけど、ランチ誘われたりしたら行きたいと思うけど、まあ、積極的になんか自分からああだこうだっていう今話しかけてるのはしていないので、そうそうそう、なので私はほぼいつもそのタイの子とか韓国の子か、あと香港の子と
いますね。いますっていうか、まあ、一緒にそのグループになることも多くて、はい、今ちょっと薬局に来ました。そう、柔軟剤がね、これ使ったことないけどいいのかな。匂いだけ、いつもはこの乾燥機に入れるシートを使ってるんですけど、なんかね、どうもちょっと匂いが残るんですよね。なんかこれ、なんか匂いに、ほんと香水パフュームってやつなんですけど、すごいよね、パフュームだけ。あ、いい香り。そう。で、今日は、乾燥機にさ、入れる、この、香水が欲しくて、今、薬局に来てます。はい、で、今日のお昼ご飯はちょっとさくらんぼに、さくらんぼだけじゃないけど、ちょっとさくらんぼチェリーが、お知り合いの方に教えてもらったんですけど、レイニーチェリーっていうハワイにあるチェリーがとってもこの時期だけ出てるらしくて美味しいですよって教えてもらって、で早速昨日ホールフーズに入荷してたよっていう情報をね、教えていただいたので、まあ、帰りに寄ろうかなって思ってます。仕事が終わってからでもよかったんですけど、ちょっと夜になるとさ、いろいろが売り切れてる可能性もあるので、今学校からちょっとアラモアの寄り道してホールフーズに寄って帰りたいと思います。私知らなかったんですけど、そのレイニーチェリーっていうのが、レイニーチェリーだったかな、レイニア、全然名前違う、レイニアチェリーっていうのが、なんとさ、東海岸の名産らしくて、ワシントンだったかな。そう、だからハワイのものではないっぽいんですけど、全然知らなかった。なんかさ、ニューヨークにいるとさ、すごいさ、よくあのファーマーズマーケット週に4回会ってたので、よくさ、旬のさ、果物とかさ、ガガガガガってもう広い地域であるから、それを見て買ってたんですけど、これは見たことないと思うんですけどね。そう、このハワイにいるとさ、私が行かないのが悪いんですけど、全然ハーマーズマーケットにね、こう行けてないから、旬のものがわからない。ダメやな、ファーマーズマーケットにも足を運ばないといけないですね。さあ、今日もホールフーズどこにあるのかな。あれはブドウ、え、どこだ、チェリーってどこだっけ、あれ、チェリー冷蔵、あれ待って、チェリーの売り場が分かりません。あれ、どこだ、冷蔵だと思うんですよ。チェリーしかない、グレープだし、なんと売り切れという。今お姉さんに聞いて、ちょっと裏確認してくるねって言ってくれたんですけど、あるのかな。まさかの売り切れでした。
昨日まで会ったのに悲しすぎる。どうしよう、めちゃくちゃもう口が今チェリー気分ですよ。どうしよう、今日のお昼一応ねカレーライスはあるんですけど、朝もさ食べてきたからさちょっと飽きたなって今思っていたとこだったんです。じゃあビールだけ買って帰りますかね。改めまして皆さんこんにちは。さあ今ですね夕方の3時半ぐらいで仕事に向かっております。そう、急遽でもないんですけど明日、予定が入っていて、でランチかディナーかなって思っていたんですけど、そうちょっとねココヘッドのボタニカルガーデンに連れてってくださるとのことなので、めちゃくちゃ楽しみなことが増えたと思って今ウキウキしてます。そうハワイの女性 YouTuber さんからねでそうと一緒に行きます。楽しみ。ハワイでのボタニカルを言えない、ボタニカルガーデンはどこも行ったことがないのでとても楽しみです。と言ってもニューヨークではどこだ、2つ行ったか、草間彌生ブロンクスとあとブルクリンか2カ所行ったことありますが、またもう絶対ね絶対違うよねニューヨークと。こっちは南国の花、今プルメリアが綺麗に咲いてる、プルメリアだったかな、確かプルメリアっておっしゃってたような綺麗に咲いているので見に行きましょうってね言ってくださったのでとっても楽しみです。明日は学校だけなのでね、明日明後日楽しみ。今日ちょっと仕事を頑張ったら、楽しみが待ってると思うとより頑張れそうな気がしてます。さてさて今日は月曜日、マンデー、今日月曜日か、今日はね月曜日です。平日だけど、ここら辺は変わらないか、週末も月曜日もこの時間変わらないですね。でも今日もね結構暑くて今28度、風はでもちょっとだけあるからそんなに汗だらだらではないです。今日のロイヤルハワイアンもいいな、みんなめちゃくちゃ買い物してる。エルメスの行列が毎度毎度すごいよねって思いながらいつも、でもやっぱり並んでるのは分かんない、パッと見のあれなんですけど中国の方か、韓国の方か、違うアメリカの方かっていう感じなんでしょうか。あんまり日本の方らしき人がそのブランドに並んでるのをなんか全然見かけなくなったような、わからないですね、わからないけど。このハワイのねヤシの木と青い空っていうのがねこれだけで幸せですね。ニューヨークとはまた違う何かがあるよね、リラックスできるねっていう感じですね。さあ今日もね特に
何も。あ、そうそう、リモアのさ、またお買い物の話なんですけど、リモアの新色が出るみたいで、パープルがさ、めちゃくちゃ可愛いのよ。パープルっていうかライラックみたいな色なんですけど、それの携帯ケースもあって、わ、可愛いと思って、機内用のリモアが欲しいからさ、あ、そのサイズがあればちょっといいなって思いますけど、パープルって飽きるかなって思ったり。そう、でももう一時ね、国内旅行も多分そんなにこの前みたいに頻繁にすることはないかなって思うから、今はいらないのかなって思ったり思わなかったり。そう、キスもね、夏コレクションが出るので可愛かったな。それが出たら見に来ようかな。もうお買い物はしてないけど、欲しい、物欲が止まらない。まあ今に始まったことじゃないんですけどね、どこにいても、日本にいても、ニューヨークにいても、ハワイにいても、物欲が止まらない。わあ、涼しい。さあ、今日はね、あと10分ぐらい時間があるので、あ、そうだな、久しぶりに海行ってみますか。ちょっとスニーカーだから中までは行けないけど、待って、10分あります。ここをちょっと一瞬だけ、どうしよう、何も言葉が出てこない。何かあったかしら。いいか、ちょっと雰囲気だけ楽しんでください。そう、そういえば今さ、周りの仲良くしていただいている奥様方がゴルフをさ、いよいよ始めるみたいな感じの方々が多くて、マジで私もちょっとこの波に乗らないともう始めれないんじゃないかと思って、本当にやろうかなって思ってます。ここいいな、やっぱ私ここ好きやん。さあ、今日のワイキキビーチはと言いますと、多いかな、混んでるかな、まあですね。さあ、今日も行ってきます。って落としたらなんか合ってる。でもか、ハワイでもあるんですね。でも全然ないな、今思ったらさ、ハワイってこういうデモってあんまり見かけ、初めて見た。ニューヨークなんて至る所でさ、もうデモだらけだからさ、ね、みんなやってるんだな、なんだろう、ヒルトンに、ユニットヒア、バートンヒンフェア、コンパクトナウ、ユニットヒア。ではないのかな。
でもこっちに向かって行ってる、なんだろう。ではでは、お、ちょっとあの声が大きいですね、すいません。ではでは、今日も行ってきます。ちょっと今日はね、終わったらみんなが飲んでるので、そこに合流できたらなって思ってます。早く終わったら頑張ってきます。